はい、ちょっとねせっかくなんで登ってみたいと思います。さあ上がってきました。ピカピカ、あーいいね。はい、どうもみさんこんにちは。旅トレインストラクターのフナッシュです。今回は祇園祭りの後祭りの宵山の昼の顔と夜の顔をね合わせて旅トレしたいと思います。まずは昼の顔ということで、今ね烏丸通りを北上しております。で見えてきたのがね鈴鹿山は会所飾りがね撮影禁止なんですよ。ちなみにご神体は瀬尾律姫です。何も乗ってないですね。唯一この山だけね、烏丸通り沿いにあります。昔2年前に私ここ河原町って言ったんですけど、これ烏丸通りですね。でここに豊かドラッグがあって、その横が海床。で海床はね2時から開くそうで、今はねまだ閉まってましたね。ちょっと北上します。こっち左側 NHK 姉小路通り、ちょっと一回ねお池まで出たいと思います。あ、今ねこの大きな交差点が烏丸お池の交差点で、このお池通りに有料観覧席がね設置されます。ここを左に西にいる、ここだから辻回しが行われるところですね。あ、今ね室町通りまで来ました。室町通りを今度ね南に下がりたいと思います。はい、前方見えてきたのがね縁の行者山で、縁の行者山は23日の2時からごま炊き行われるんですよ。なのでめちゃ今ちょうど今2時前なんでめちゃ混んでる。通れへんのかな、通りたいな。これ通れます？ここ今ねちょっともうごま炊きやってる、こっち側だけなんです。ちょっと向こう行ってもらおうたらこうぐるっと回る。あ、なるほどなるほど、すいません。今やっぱりね今からちょうどごまだけやからここ通れなくて、ぐるーっと向こう回らないといけないみたいです。回りましょうか。はい、ぐるっとね回ってきました。前方ではね縁の行者山がおるわけなんですけれども、こんな感じで、まあ、宵山の23日の2時からはごまだけがあるのでめちゃ混むよというのをね覚えておいてください。めっちゃ混んでる。私はあんま興味ないんで逆方向向かいます。ここのね室町通りのと三条通りのこの交差点は山鉾巡行のこの明日の朝ねめっちゃいいポイントですね。この京都医研専門学校、ここの角、ここめちゃくちゃ一等地ですよ、撮影するのに。この室町通りにたくさんね山鉾並んでるん で右行ったら高山なんですけど、高山後にします。このままね南に下って黒主山ですね。で毎年ねこのキーアンの作品がここに鯉の大きな壁画じゃないけどね、これもない、もうなんか毎年名物になってる。鯉があるから鯉山と見せかけて黒主山っていう。こちらね大友の黒主がご神体で、陽極滋賀が題材っていうことで、この陽極滋賀の滋賀っていうのは
滋賀大明神として出てくるんですけれども、滋賀大明神っていうのは安曇の磯羅と一緒で、大船鉾のねご神体の安曇の磯羅とも関わっているので、ちょっと関係性が気になるところですね。中見てみましょうか。このあとね、室町通りをさらに南へ下がると左側にね、上明山で、上明山は、山はね自体は向こうにあるんですけれども、御神体開所飾りはこっちなんですよ。ちょっと離れてるんで見逃し注意です。はい、今みたいな上明山のご神体、上明、筒井上明と一来法師なんですけれども、筒井上明の鎧はね、何回も言いますけど、楠木正成の鎧とも言われているね、いわくつきの鎧ですね。あ、なんかツアーが、後ろもね、そういう牛さんがいますよね。はい、ということで化粧品もかけてはります。で、まあ、こういう化粧品かけてあるのは雨が降るということになったらね、ビニールパーッとかぶせはったりします。やっぱり大事なもんやからかかったら困るなということで、はい、はい、鯉山です。鯉山はね、飾りの鯉の木彫りも見事やし、あと化粧品のね、絨毯もめっちゃ見応えあるんですけど、それは去年ねまとめてるんで今年は省きます。ここに大きな鯉が乗りますけど、その鯉はねこの奥におります。絶対初めて来る方はおすすめです。これ必見。はい、そちらのね鯉山のすぐそばにあるのが橋弁慶山ですね。橋弁慶山は後祭りの先頭をね行く山です。で、橋弁慶山は御神体とか飾りがめちゃくちゃ見やすいところに飾られているので見学しやすいです。こんな感じで宵山の時は特にね何も乗ってない。その中身は別の場所にね置かれていて見学できるようになってるんですよね。で、さっきの鯉山みたいに奥の方にね入らないと見えないところもあるし、橋弁慶山みたいに通り沿いにね展示されていて見えやすいところもあると、見えやすい山もね山鉾もあるということです。下は五条大橋で、上が弁慶と牛若丸。で、橋弁慶山見たら一旦ねまた室町通りを三条通りまで上がります。効率よく見るためには一旦ね戻ります。で、再び鯉山通過。
そして右手の上目を山と風呂主山も再び通過。感じがあるよ。あ、本当だ。この室町通りはこの提灯がずらーっとこう並ぶのがいいですよね。で、奥が縁の行事山でしょう。今駒台やってる。で、三条通りまで出てきたら、このね、専門学校のところを西に進むと高山で、高山もちょっと海鐘飾りが離れていて、ここちょっと分かりづらいんですよね。ここに御神体が飾られてます。ここめっちゃ分かりづらい。さて、高山。で、高山のねポイントというか、ちょっとね、あの言われないとわからないところは、上に鳥が乗ってて、わかるかな。あれ生地なんですよ、生地。さっきの海所火山のところに犬がいたから、犬使いの犬がね、犬と生地で、猿がいたらあの桃太郎になるのになというところです。あれですよね、鶏さんはこの部品が取れちゃったんですよね、今年。全然気づかへんかった。すぐそばで見てたのに。で、まだここのね、あの山は、まあ、めっちゃ綺麗なんですけど、完成形ではなくて、これからどん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 なんかね、装飾品が増えていって完成に近づくということで、毎年見るたんびに、だからちょっとね、ちょっとずつ変わっているっていう、進化しているね、高山です。で、これ500円でね、上がれるみたい。はい、ちょっとね、せっかくなんで登ってみたいと思います。はい、靴脱いでね、こちらチケット4時までだそうですね。さあ、上がってきました。めっちゃいいね。まだやっぱりできたばっかりやから、天井の上とかはね、白木のままですけど。ピカピカ。なんかもう毎年それを見せてもらって、こっちがちょっと近いでしょ。あー、いいね。
これ登れる山鉾の中でも500円のところと1000円があるんですけど、500円はねリーズナブルだと思います。いやーよかった。宵山4時までっていうことなんでね、ぜひとも4時までのお越しの方はね高山登ってみてください。いや高山良かったですね、登れて。で高山を見たら今度はねこの新町通りを南へ下ります。この新町通りも室町通りと同じぐらい山鉾が集中する通りで、左右にねここも提灯が飾られています。はい、前方にね見えてきたのがこのね鳩が見えたら八幡山ということで、八幡山は飾りがねめちゃくちゃ濃い山以上かなに見応えがある。有料級っていうか本当お金払ってもういいぐらい、お金払ってもっていうか、まあ、お賽銭払うとかありますけど、お金払って入場料もら払ってもいいぐらい、入場料としてチケット販売してもいいぐらい見応えがあるね飾りがこの奥にねあります。気になる方は去年の動画見てください。今回は省きますけど、八幡山はねぜひとも飾りをね見ていただきたい山ですね。新潟が気になる落としごろは。でさらに南へ下ると大きなねここっぽいけどあれ山なんですね。上に松が乗ってるからあれは山ですね。北観音山、北観音山と南観音山ってね2つ大きな鉾みたいな形の山があります。北観音南観音大船って感じで大きなのが続くんで、ここはなんかすごいね飾り付けっていうか胴掛けとか本番さながらにも飾られてる。車輪もでかい。いやめっちゃ立派ですよね、迫力がある。やっぱりここはね、この近くのこの飾り付けがいつも人気で人がすごい。まぶしい。祇園祭りはなんかね、屏風祭りとも言ってなんか近くの山鉾町のお宅とかあの会社がねこう自分たちが持ってるこう屏風とかお宝をあの展示してみんな祇園祭りに来た人に見てもらうっていうのがあって別名屏風祭りって呼ばれてて、ここがいつもこれ何のお宅なんかな、ここいつもね人気なんですよね。登録有形文化財、ここからも見れるんです。すごいですよね、藤井なんとか株式が藤井絞り株式会社、なんか染め物屋さんですかね。めっちゃここ人気。藤井さんありがとうって感じ。でさらに
南へ。でさっきとね同じような山が見えてきました。ここみたいな山、あれも上に松が乗っているので山と。暑い。昔はなんか北観音山と南観音山交互に出してたみたいですね。ここはね上にそう上がれるけれども、ここは確か1000円だったんじゃないかな。ここもなんか飾りが綺麗。ここはやっぱりね1000円ですね。ここはやっぱさっきの高山と比べてだいぶ成熟してるっていうか、飾りが。南観音山は今日の、ね、夜、宵山の夜に暴れ観音っていう神事が、ちょっと変わった、ね、神事があることでも有名な、ね、山でございます。あ、ここにね水引きとか、南観音山の下水引き、加山又造さんの原画、南観音山。さあ南観音山終えたらもう次最後ですね。もう遠くに見えてる大船鉾。大船鉾もこのね同じ新町通り沿いにあります。ただ1個ね大きなあの市場通りを横断しないといけないんでちょっと離れてます。はい、最後はね前方に見える、あ、見えない前方に見えるあの大船鉾なんですけれども、大船鉾だけこの市場通りよりも南、唯一市場通りよりも南にある山鉾ですね。それ以外はもう全部ね市場通りよりも北側にねあるので非常に回りやすいです。はい、最後ね大船鉾です。大船鉾は後祭りの一番最後をね行く鉾ですね。大船鉾も多分ね登れるんじゃないかな。神々しい。これなんか車輪が白木やけど、なんで車輪変えたんかな、新調したんかな、この後つけんのかな。このね白い車輪はなんか今年だけみたいですよ。来年はなんか色を塗る予定なので、白いままは今年限定ということです。予定では
でやっぱり上ね登れるみたいで500円ということで、配管受付は向こうということです。はい、それではね、祇園祭りの後祭りの宵山のね昼の様子は以上にしたいと思います。イメージできましたでしょうか。